まい。おいしい。うん。英語って難しいよね。お。お。どうもこんにちは、ケビンです。野崎です。山です。カルディで買えるアメリカの商品。みんな大好きカルディ。カルディで結構あのいろんな国のもの売ってるじゃないですか、うん、そうね。その中で今回はアメリカの商品でどんなものが買えるのかなっていう企画でございます。はい、はい、いろいろあの売ってますからアメリカの商品、ね、カルディでは外国っぽいなとは思うんだけども、うん、なんかどれがアメリカのなのかちょっとよく分かんない感じではある。あ、そうですね、的には、うん、はい、ということでこんな感じでございますね。いっぱいあるね。はい、私が行った店舗ではこんな感じのがアメリカでも売ってるなっていうのがありました。これらをちょっと紹介していこうと思います。はい、まずはこちらカーパーズですね。何それ。こちらアメリカウォルマートとかで売ってるんですよね。こういうね、じゃあケビンもアメリカにいた頃から馴染みのあるというか、はい、これはね、うん、あの馴染みがあるわけではないです。馴染みはない、はい、馴染みはないですけどでもウォルマートで売ってるんですよ。あ、売ってはいると。なんか美味しそうじゃないですかこれ。確かにめっちゃ俺、うん、パッケージ好きだなっていう。なんか高そうね、うん、いい感じだよね、うん、なんか、うん、いやいや、いや全然悪い意味じゃなくて全然悪い意味じゃなくてアメリカっぽくない。悪い意味しかねえだろこれはですね、はい、ニュージャージーの会社でして、サムズクラブとかに売ってんだよね。これサムズクラブっていうのは、うん、コストコのウォルマートバージョン。コストコすごい、ごめん、意味わかんないよ。ちょっとわかんない。どっちもなんかわじゃあウォルマートや。これわかる人にはマジでピンときてるから。ウォルマートが運営してる、うん、その会員制の、そのそっちかホールセール屋さんってことなんだね。そういう意味ね。そう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 。なるほどね。それがサムズクラブっていうんです。私の家族はよく行ってました。へえ、めちゃくちゃよく行ってたね。あ、そうなんだ、うん、サムズクラブで育った。あ、もうほっといても過言ではない。へえ、はい、シーソルトキャラメル。美味しそうじゃん。いや、美味しそうだよねこれ。一番期待してます。おお、へえ、なんか色がさ2色ある。ミルク&ダークチョコレートって書いてあるから、うん、でっかいチョコボールみたいな。確かにね、うん、こちらスモアーズ。あ、ね、はい、スモアーズ味。もう全然違うね。もういいね、中くらいのチョコボールだね、うん、確かに。浅草とかに売ってそう豆でできてそう食べてみますか。はい、このまずこっちのシーソルトキャラメル、うん、これどうかな。俺ダークチョコレート。今ちゃんダークにするよね、うん、そう。それはミルクにする。いただきます。いただきます。お、歯にくっつく。中がね、中のキャラメルが全部キャラメルみたいなね、うん、そうだね、うん、キャラメルがでかいね、うん、デカキャラメルをチョココーティングしたっていう商品だねこれは。うん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 、まあ、うん、味は普通だね、うん、いやでも美味しいと思う、うん、ちょっとしょっぱくてね。しょっぱい、うん、ちょっとしょっぱい、確かに、うんうんうん、アメリカにしては上品だね、うん、確かにその、うん、すっきりしてる方かもね、そうだよね、うん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 、アメリカにしてはね、アメリカにしてはね、すごいキャラメルだ、うん、キャラメルが本当に、うん、歯にくっつく度が高いキャラメルだね、うんうん、特にね、うんうん、特に本当にいい意味でね、いい意味でね、いい意味でいい意味で期待よりしたマジで、ね、いい意味でだろそれ、いい意味で下って言っちゃってるもんでもいい意味でだからね、いい意味そう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 、いい意味でだもんね、そう、うんいい意味でウォルマートに売ってそうだよね。そうだね、いい意味で、いい意味で安いスーパーの、うんうんうん、クオリティだね、うん、確かに確かに。じゃあ今度スモアーズ食べてみましょう。はい、ね、これは1種類、これ1種類だね、うんうんうん、いただきます。ほう、なんか一瞬何ミントがあったかのような分かる、確かに感じがしたんだけど、でも入ってないっぽいんだよな。え、スモアーズなのって思わない？確かになんか途中変わったミントっぽいなんかの味する ね、 ね、なんかこうシナモンかもみたいな、オールスパイスみたいな、うんうんうん、スパイス感じたね、うん、でもでも嫌いじゃないわ、美味しい、美味しいね、うん、はい、ということでコッパーズでした。はい、ありがとうございます。続きまして、はい、こちらフローリー。出た、トローリーは知ってますよね、これ、うんうんうん、知ってる。これも結構有名ですよ、このトローリーっていう、まあ、グミブランドなんですけど、うん、バナナ味なんですね、これは。はい、バナナ味はね、アメリカというよりかはね、アジア向けの味だったんだよね。そうなんだ。そう、だからこのトローリーっていうブランドがアメリカにもありますよっていう意味で買ってきました、こちら、うん
ターゲットかなに行った時になんかもうトローリーがバーって、いやあったよね。そうです、大人気ですから。そうなんだ。なんかさ、あの地球グミもトローリーじゃない、あれ。あ、そうだね、そうだよね。そうかも。地球柄の丸いさ、なんかパカッて開いて食べるグミがちょっと前流行って、あれもトローリーの商品だったような気がする。そこでちょっと食べますか。はい、こうなんですね。おお、バナナっぽいというか、バナナっぽい、バナナ丸かじりみたいな、あ、すっごいバナナの匂いする ね。いただきます。いただきます。子供に戻った気持ちになる味。わかる。なんかね、わかるわかる。駄菓子っていうね、駄菓子、駄菓子のグミってこういう味だよね。すっごく美味しいっていうかさ、そういう感情ではないけど、でもなんか、あー、いいなって感じはする。なんかノスタルジーだよね。トローリーですね。はい、続きまして、はい、こちらアンダーカバーのスナックですね。アンダーカバー、中場潜入、潜入ですね。潜入のスナックね。こちらもウォルマートとかに売ってるやつなんですね。私は食べたことなかったんですけれども、これウォルマートで売っております。へえ、じゃあ買えるんだね、日本でも。これサクサク、クランチーさがあってめっちゃ美味しいらしいんだよね。へえ、じゃあ人気のやつなんだ。そうそうそう、だからね、ちょっと食べたかったんですよ。それが日本でね、買えるっていうのはいいね。そう、いいよね、美味しいといいな。だから確かにね。食べてみますか、これ。はい、結構アメリカもシーソルト味とか多いもんなの。あ、そうだね、割とある。ある。そっか、うん。おお、なんか思ったよりでかい。すごい、ちょっと割ってみていいですか、半分。はい、ボールの塊みたいな感じなのか、これ。なるほど、面白いね。キヌア、普通のことをクリスピーキン、キヌア、キヌア、あ、キヌアって聞くか。サラダとかに入ってるね。あ、いただきます。いただきます。おお、うまい、うまい、うまい、これうまいわ。おせんべい的なさ、雰囲気もちょっと感じる。あるね。食べやす、食べやすいね、軽くて、うん、エアリーで美味しい、美味しいわ。これはうまい、うまい、うまい。これいいわ。いいね。結構ビターだね、しかも。そうだね、そうだね。山ちゃんもいけるビターさ。うん、美味しい、美味しい。いいね、いいね。なんかさ、コーヒーとかとさ、相性良さそうじゃん。良さそう、いい。なんかしかもめっちゃ食べやすいね。めっちゃ食べやすい、めっちゃいい、めっちゃいい。美味しい。知らなかった、こんないい商品があるとは。こんなの潜入してる時に食べたらちょっとバリバリ落とすんだよね。バレちゃうね。バレちゃうけど、アンダーカバーしてたら。そうだね、まず静かに食べられる方がいいね。そうだね、ぜひ買ってみてください。これ素晴らしかったです。やっぱカルディさ、商品多いしさ、よくわかんないっちゃわかんないからさ、なんかこう、もう勘で選ぶしかないみたいなとこあるんだよな、正直。いや、そうだね、確かに。続きまして、はい、こちらホノルルクッキーカンパニー。これ見たことありません？俺これ知ってる。うん、あのコストコでめっちゃ人気な商品。これ、あ、そうなんだ。もっとこのでっかい袋に入ってるけど、すごくね、あのよく売ってる。へー、これはハワイのクッキーなんですね。なんでよくあのハワイのお土産で買ってくる人も多いと思います。そうなんだ。まあこれ普通にカルディで買えるよみたいな感じですね。で、ちなみにこのミニバイツ、ホノルルクッキーカンパニーが出してるミニバイツっていうね、種類のやつなんだけど、このミニバイツはアメリカと日本にしか発売してないんだって。え、そうなんで、これ買える我々はラッキーですよ。なるほど。はい、でちなみにこのミニバイツじゃなくても、ここのブランドのクッキーめっちゃ美味しいんですよ。あ、そうなんだ。めっちゃ美味しいです。クッキー評論家のケビン的にもうまいと。めっちゃ美味しいです。へえ、食べてみましょう。ダブルチョコレートマカダミアですね、今回は。こんな感じですね。俺がコストコで買ったことあるやつはもっと白っぽい感じだった気がする。こういう感じでしょ。あ、そう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 、こういうやつはね、コストコに売ってるんだよね。別の味なんだね。じゃあ、いただきます。うまい、おいしい。いいクッキー、いいクッキーだね。このバターの香りがめっちゃして、おいしい。おいしいね、これ。うん、いいクッキーって感じするね。ハワイのお土産が日本で買えてしまうっていうね、どうなんだっていうところでありますけど。続きましてこちら、はい、ダークチョコレートカバードプレッツェルバーク。何？ダークチョコレートカバードプレッツェルバーク。バーク、これもうメインはバークですね。バーク、すみません、一番大事なところ省いてます。一番大事なのがバーク。申し訳ございません。これはバークです。バーク、バークっていうのはチョコレートの板
に、まあ、なんかいろんなフルーツだとか、うん、まあ、なんか乗ってるやつあるじゃないですか。あ、あれバークですね。埋まってるやつとか。そう、埋まってるやつ、まあ、上に乗っけてもいいし。はいはいはい、うん、あのオレンジとかね乗ってるね。乾いたオレンジとか乗ってる。あ、乗ってる時ある。ナッツとかもあるし。あるね、あ、フルーツとか破片みたいな。そう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 、はいはいはい、今回はこのプレッツェルバージョンなんですけど、まあ、この全くの商品があるわけではないんですけど、うん、まあ、こういうタイプのやつあるんですよ、アメリカに。へえ、はい、なのでちょっとご紹介しようかなと思います、うん、はい、砕、はい、いたプレッツェルが入ってるってことでしょ。そうだね。へえ、美味しいと思いますよこれ。まあですね、これね、うん、へえ、これはですよ、かっこいい感じのチョコね。そうだね、スタイリッシュだよね、うん、これ中に、そう、中にほらこのプレッツェルが入ってるんですね。これが美味しいよっていう。なるほど、うん、これなんかクランチチョコみたいなさ、うん、なんかナッツ入ってるとかはあるけどね、うん、プレッツェルはないね、うん、そうだよね、うん、結構ダークな匂いがする。うん、本当だ、うんうん、いただきます。おいしい、おいしい、うん、こういう感じなんだ。しょっぱいかける甘いのやつだね、うんうんうん、こうナッツとかとはまた違うこのザラザラ感がなんかいいね、プレッツェルならではの、ね、そうだね、そうだね、うん、合うんですよね。へえ、おいしいわ。おいしいよな、うん、てかさ、シーソルト味多くね。確かにこれもそうだ ね、 ね、シーソルト味、うん、続きまして、はい、さっきのね、このバークが好きなのであれば絶対こっちは美味しいと思います。はい、チョコレートにディップされたプレッツェル。おー、ありがとうございます。これもまあこの商品自体がアメリカにあるというよりかは、うん、このね、チョコレートにディップしたプレッツェルがめっちゃ定番なのよ。なんでちょっとそれ食べられるなと思って買ってきました、うんうんうん、はい、あんまプレッツェル食べないからな。うん、プレッツェルってめっちゃ人気なんだよね。ポテチぐらい人気なんだよね。なんかそのイメージないよね、日本だと。こんな感じ、こんな感じ、結構ゾンビみたいだね、なんか。確かに気持ち悪いねこれはね、うん、これよくあるんだ。よくあるね。いただきます。いただきます。あ、うん、食べやすい。これもチョコがなんかすげえ甘いっていう感じじゃないくて、うん、どっちかっていうとなんかプレッツェルの味が強いというか、うん、それがいいわ。さっきのバークよりもプレッツェル比率が多くて、うん、しょっぱさというか、うん、その方が勝ってる気がするね。そうだね、そう、うん、多いから、うん、甘ったるさを感じづらい感じがして、ね、美味しいんですよ、うん、確かに。これがなんかやっぱこのアメリカのやり方というかさ、うん、食えちゃうから。そうだね結構いけちゃいそうだもんね。いけちゃいそう、これ、うん、この量のチョコを食うのは大変だけど、うん、これでなら食えちゃう気がする、うん、そうなんですよね、うんうんうん、うまくやってくんだよね。やってくるね、うん、さすがやね。さすがアメリカ、さすがプロの技だわ、ね。本当だよ、プレッツェルだって別にいいわけじゃないからねそう、すごいこっちとすごいこっちを合わせてこうなってる感じするけどゼロにしたみたいな、うん、結局こうだからね技ありだよね、すごいね、うん、お手上げだ。素晴らしい、すごいわ。続きまして、はい、ビーフジャーキ ー、 おー、こちらの商品ね、メイドインニュージーランドって書いてありますが、アメリカで見るビーフジャーキーのナンバーワンって言ったらなんかこれか、うん、あとスリムジムっていうね別のブランドなんですけど、これでかなり見るんですよね、ジャックリンクス。これね、やっぱね、アメリカって肉製品、うん、お土産とかで持って帰れないんですよね。そうだよね。そう、確かに。そっか、だからこれが日本で買えるのは非常にありがたい、うん、なるほど、っていうことなんですよ。オフィシャルで輸入してくれてるのは大変感謝。そうなんですよ。なるほど、うん、これはね、あの小腹空いた時にねバリバリ食う。それがいいんですよ。なんかそういえばビーフジャーキー自体は結構日本でもメジャーだけど、うん、アメリカのはこれだよって感じで食ったことないかも、うんうん、俺も一番好きなビーフジャーキー、テングっていう名前だわ。あ、知ってる。これが書いてあるやつね今回はですね、オリジナルとペッパーとって2種類の味ですね、はい、うん、はい、うちの父親も大好きなんだよね、ビーフジャーキー、うんうん、出た。マジで俺びっくりしたわさすがアメリカだよね、うん、すごいね。これ開けたんですけど、これ開ける前ね、うん、こうさ、切り線あるじゃん、うん、で、ここまっすぐこう行けば開くんだなって思うじゃん、うん、そりゃそうだよな。全部この密封されてんだよね、このこの線のとこまではさ、くっついてんのに上に切り口があるっていうね。この切り目だけじゃ絶対に開かないんだよね。これにつけないとね、普通ね。そうだね、うん、びっくりした。こういう線で切ってくれってことだから、うん、なんだよそれ。さすがアメリカ、さすがアメリカだね。すげえな、うん、こういうのなかなか日本じゃ体験できないから確かにだからやっぱこのここから始めてちょっと斜めにってね、広げる感じでね、そうで、いかないとこれが正解だね。なんでだよ、そうだね、おかしいだろこちらオリジナルですね、うん、ペッパーとかこんな感じですね。
おお、すごいペッパー。すごいね、ペッパーうまそう。うまそうだね。なんか違うんかね、日本のやつとは。ねえ、どうなんでしょうか。オリジナルカレーいきますか。はい、やります。わ、すごい燻製の香り。確かに、なんかね、確かにね、うん、そのバーベキューの甘さみたいな、ね、あー確かに、うん、確かに。うわ、結構味違うかも。美味しい。日本のメジャーなやつよりもまず甘みが強いと思う、うん、はい、そうだね、甘い味付けが、うん、もっと日本のはなんかこう繊維質っていうか、うん、乾いてて繊維っぽい気がする。うん、わ、うん、かる。これの方が繊維っぽくないよね、うんうん、なんか柔らかい、柔らかい、うん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 、まあ、そう食べやすい感じがする。うんうん、ほんとね、結構甘いね。甘いよね、バーベキューっぽいっていうか、うんうん、でペッパーと、はい、言いましょうか、うん、ペッパーの辛みが、うん、ありそう、匂いからしても。あ、うん、こっちの方がなんかビールに合うみたいな感じがすると思う、うんうん、おつまみ感、うんうん、そうだね。味とかもなんかいわゆるビーフジャーキーに近い日本のね、はい、感じがするけど、めっちゃ柔らかくないこれ、うん、柔らかい。そうだけど、そうだね、うん、水分量が多いというか、うん、そんな気するね、うんうん、日本のやつってもっとなんかこうバリってなるっていうかさ、うんうんうん、カラッカラのイメージだよね。うんうんうん、確かに。まだ湿ってるじゃないけどいや、わかるわかる。実際は湿ってないんだろうけど、なんかそういう、うん、確かにね、うん、油分なのかな、なんかわかんない。なんでなんだろうね。もう全然こう噛み切れちゃうというか、うんうん、なくなっていっちゃうね、噛んでったら、うん、うん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 、美味しい、うんうん、いいね。なんか日本の人的にはペッパーの方がなんかしっくりくるかもしれない、うんうんうん、続きましてこちら、はい、クイックミルク。あー、クイックミルクね。俺これ昔飲んだことある気がするな。ほんと、なんだっけクイックミルクって。これを牛乳に刺してストロー代わりにして牛乳が味付け牛乳になるっていうやつ。これを通過してきた牛乳がね。そう、そういう仕組み。そう、面白いですよね。面白い。これ全く同じやつがあるわけじゃないんだけど、あ、まあ、このシステムのやつ、うん、アメリカでも人気あったりするんで、はい、買ってきました。そう、溶かすとかじゃないんだ。じゃあ牛乳に入れて混ぜるとかじゃなくて、うん、もうその吸う時に溶けて口の中に入ってくるみたいなですね。小学生の時なんか流行ってたのか、テレビでやってたんだかなんかでめっちゃ買ってた。あ、ほんと。俺行儀悪かったからさ、そのこう、うん、ミルクをこうギリギリで止めて、うん、ちょっと戻してこう濃くして、あ、息切させてそう、ストローの中でこうちょっと動かして、なるほどね、そうそうそう、濃くして一気にフッて吸うっていう技だね。そうそう、やってました小学生の時。すごいね、うん、アホやなではこれ飲んでみますか。はい、懐かしい。こんな潰れてたっけ。俺が飲んだのこんな潰れてなかったかも。こうなんか上が潰れてるじゃん、上と下が、うん、こうなってたイメージはないけどな。でこの潰れてる中見ると、うん、穴が開いてんだよね。本当だ本当だ。こっち側も穴開いてて、うん、液体が通るようになってるんだね。なるほど、いただきます。いただきます。へー、これ普通に吸うの。そう、そう吸う。はぁ、おぉ、ちゃんと味する。あぁ、美味しい美味しい。へぇ、美味しい美味しい美味しい。温泉の外にある牛乳の味する。確かに、わかるわ。お、こうやって潰してからやるとむっちゃ濃くなる。これちょっと濃くしたい気持ちわからない、うん、なんかちょっと長くいさせたくない、この中に。わかるわかる。あ、本当だもんね。特能になる。給食でよく出たあのミルメイクみたいなね。そうだね、ことだよね、要はね。うんうんうん、ストロー版ミルメイクみたいな、うん、俺の早くね。確かに、早いね。確かに全然なんで半分ぐらい残ってるね、うん、確かにもうなくなりそうなんだけど。すごっ、なんで食べんの早いの。 これにも出てた。強すぎるでしょ。同じ量の牛乳をさ飲んだのにさ、なんでなんでこのなくなりが違う。で待って、でも俺も結構なくなった。あ、じゃあ山ちゃんだけおかしいのか。そうだね、うん、俺やっぱ食べんの遅いから。まあこれで面白いですからね、うん、面白い、楽しんでね、やってくださいね、うん、ぜひこのクイックミルクね、うん、美味しい。続きまして、はい、ハニーマスタード。ハニーマスタード、はい、このフレンチーズの、ブランドのやつなんですけど、このフレンチーズはよく見ますね。はい、有名なやつなんだ。そうですね、ハニーマスタードってあんまイメージないですか。ハニーマスタードって何。聞いたことあるし多分食べたことあるんだけどさ、うん、何についてるのがハニーマスタード。肉、肉か。あ、よくアメリカではね、よくチキンフィンガーっていう料理があって、うん、要はフライドチキンなんだけど、おうおう、それの細長くてなんか指みたいみたいな、チキンフィンガーっていう、はい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 、それにねディップソースとしてハニーマスタードめっちゃ使うんですよ。 あとはねフレンチフライ。
だね。はいはい、それもよく使う。マックのナゲットのあれは、あれはハニーマスタード、あれマスタードかな、あれは普通のマスタード、マスタードかな。そうかそうかそうか、そうか。美味しいんでちょっと舐めてみてください、はい、これ、はい、美味しいですよ。こんな感じですね。普通のマスタードよりちょっとこう茶色っぽいっていうかね、うん、鮮やかじゃない感じ、うん、そうだね、こんな感じだね、うんうん、こういう感じなんだ。美味しい。はいはいはい、ちょっと酸っぱいね。そうだ、うん、酸っぱい、うん、ハンバーガーとかについてても美味しそうみたいな。そうだね、うんうんうん、なんかあのハンバーガーソースみたいな味もするよね、うん、するするする、うん、全然、うん、挟まっててもいいハンバーガー。確かに、うん、合いそうハンバーガー、うんうん、ね、美味しいな。でこれもっと甘いのかと思ってた。まあこんなもんですよ。こんなもんか、うんうん、確かにナゲットとか合いそうだしね、うん、そう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 。サンドイッチ、ホットドッグ、ハンバーガーに最適です。プレッツェルやナゲットにディップしてお召し上がりください。確かにプレッツェルも言うね。へえ、謎だけどプレッツェルも嫌ですよねえ、プレッツェルってあのパンっぽい方のプレッツェル、硬い方、クラッカー寄りのやつかな。へえ、それにかけるのね、うん、はい、うんうん、ですね。ぜひこちらを買ってみてください、はいはいはい、続きまして、はい、こちらアメリカのマヨネーズ出た、出ました、はい、これね、はい、これ一回我々あの食べた経験ありますよね。ありますね、これ機会がありましてね、はい、なんだっけ、どういう特徴だったんだっけ、これで卵っぽくないんだったっけ、うん、ああ、うん、そうかそうか、それがないかったのか、うん、日本のマヨネーズはすごく卵の味がしたよね。うんうん、うん、はいはいはい、これたまになんかスーパーとかで見る気がする。そういうね、うん、まあ見た目普通ですけどね。そうだね、うん、アメリカのマヨネーズってさ、うん、普通にあれもある、絞るタイプのやつも普通にいっぱい売ってる。売ってると思う。売ってる、うん、あ、そうなんだ、うん、これ瓶じゃん、うん、あんまなんか瓶のイメージなんかないのかなと思って、日本だと、うん、日本だとあんまりないね、確かに、うん、アメリカは確かに瓶は全然馴染みある感じの容器だね。気持ち白い気もするかも。確かに、はいはい、なんかかなり違うよね味、うんうん、違うね。クリームチーズみたいというか、うん、甘みがある、なんかの味するね。その分酸味がなくて卵っぽくもなくて、うん、そうね、卵っぽさはチーズっぽいんだよな、どっちかっていうと、うん、でもなんかこれが合う料理もいっぱいあるだろうなとは思う。まあこれをサンドイッチとかにね使って、うん、よりアメリカンな感じのサンドイッチできるという感じでございますね。いいねこれ、はい、うん、続きまして、はい、こちらキスチョコ。あ、これは馴染みありますね。馴染みありますよね、はい、もう食べる必要もないというかね、はい、私は嫌いです嫌いですいい意味で、私はいい意味で嫌いです、はい、私は日本のチョコレートの方がはるかに優れてるだろうと昔から思ってます明治とか、うん、あのガーナとかあるじゃないですか、はい、あれの方が圧倒的に美味しいだろうと私は思いますこれで雑味を感じます、はい、っていうですがアメリカでは売ってます。ですがアメリカではね、これ大人気のド定番がチョコレート、キスチョコですからね、うん、一応これ買えますよということです、はいはい、同じような味がすると思います。はい、以上です続きまして、はい、こちらですね、ホットチョコレートですね。はいはいはい、ミス・スイス、スイス・ミスこれね、画面がごめんなさい、画面が安定してなかったから俺なんて言った、俺ミス・スイスですもう一回さ、こう見して反転もしてないこれが反転してるという前提で読んだみたいなね。そうだね、いやそうそうと思ったこれもね、アメリカのド定番のホットチョコレートブランドですね、うん、インスタントホットチョコレートはって言ったらスイスミスが出るんじゃないかなと思いますよ、これ、うん、一回なんかさ、あのクリスマスに飲むやつでスイスミスの飲んだよね、うん、お世話になりましたね、お世話になりました、うん、はい、今回はこのチョコレートヘーゼルナッツフレーバーっていうのがね売ってたんで、これちょっとだけ珍しいなと思いまして、確かにこれ飲んでみましょうかっていうね、うんうん、はい、ではこれ牛乳ですね、牛乳 180ml 1杯作って3分の1にしました。はい、はい、これ飲んでみましょうか。はい、はい、おー濃いね。濃厚だね、うん、濃厚や、もったりしてんね、なんかもったりしてんね、うん、こんなに濃厚だったっけこいつお湯で作ってもいいんだろうね。そう、うん、今回は牛乳で作ったんですけど、うんうん、そう、お湯でもいいです、うん、でもね、ホットチョコレートとしてはね全然やっぱ美味しい、美味しい、ね、美味しいですね、これ、うん、ヘーゼルナッツも結構いいかもしれないね、うん、あ、一杯飲むの結構重い感じもするけど、うん、なんかそうだね、3倍でしょ、うん、うん、これ飲んだら1日もう何もいらないぐらい、そういう感じでこの寒いシーズンにぜひ、そうだね、飲んでみてください、うん、これですね、はい、続きまして、はい、こちらクエイカーですね。
これアメリカのコーンフレークセクションとかではもう絶対見るおっちゃんなんですよこの、うん、グリッツもこの人じゃなかった？あ、そうそうそう、グリッツもクエーカーだよね、うん、そうだったよね。原産国はオーストラリアと書いてありますけども、うん、でもまあアメリカではめっちゃ食べられてるんですよね、うん、なんか普通のオートミールですよ。まあ皆さんが想像する通りのやつでございます、はい、はい。こちらも買えますということでね。はい、以上でございます、うん。よろしくお願いします。続きましてこちら。はい。マーティネリーのアップルジュース。はい、アップルジュースなんそれ。何それ。何それ。何それ。え？面白い形だよね、これね。なんか飲み物ってことでしょ？そう、アップルジュースなんですけど、これね、アメリカでよく見る安いアップルジュースみたいな、アメリカの百均、うん、ダーラージェネラルとかダーラートリーっていう有名なね、百均みたいな1ドル屋さんがあるんだけど、うん、そこで売ってたりとか、ウォルマートで売ってたりとかするような、この昔ながらのアップルジュースでして、でもね、美味しいんだよ、これ。あ、そうなんだ。そう、美味しいんですよ。この形なんだ。この形じゃないのもあるけど、うん、この形も結構特徴的で、うん、メジャーだよねっていう。はぁ、初めて見た感じなんですけど、この形の飲み物って見ないよね。確かにね、インテリアにもなるんじゃないかみたいなね、感じの、なんか花瓶になりそうな、ね、確かに確かに確かに、お花させそうね、うん、めっちゃいいかも、うん、確かに。美味しいんで、ちょっとこれ飲んでみます。飲んでみたい、はい。なんかむしろ高そうに見えるね、高級みたいなね、うん、匂いはどうですか？いい匂い、いい匂い、いいリンゴジュースね。確かに、うん、高級そうな匂いだけど、いただきます。いただきます。さっぱりしてんだ、これって。最初甘いけど、なんかあんまベタベタしてない感じするか、うん、そうだね、うん、モール的には普通の、普通のリンゴジュースみたいな、うん、感覚わ、うん、かる。一番普通の味っていうか、飲みやすい感じはするし、うん、見た目の期待感みたいなね。何してはなんか、うん、あ、普通だなとは思うかも、はい、うん、変わってんじゃないかって思っちゃうけど、なんてことはない。そうだね、うん、あの別にこうパックのちっこいのと、うん、まあそんなに変わってる感じはしないっていうね、うんうん、これ全く同じのナショナル麻布に売っててさ、うん、爆発的な値段で売ってんだよ。そうなんだ、そう、ダラージェネラルで見てたのになみたいな思い、こいつがもう高級品に生まれ変わってた。そうなんだ。アメリカだともう100均の、いや100均とかで、ね、見るんだよね、そ、安い、そう、そんな高級なのじゃないのに、ね、そう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 。カルディではいくらぐらいだったの？カルディではね、321円で売られてますね、まあ、結構高級だよね、うん、この量のリンゴジュースにしてはね。そうだね、うん、オーガニックオレンジジュースとかさ、特別なやつの価格帯な感じがするよね。そうだね、美味しいけど、美味しい、まあ普通に、うん、普通に美味しいオレンジジュースだね、うんうん、はい、アップルジュース。気抜くと怒るんだよ、そうだね、すいません、ね、英語って難しいよね。英語とかなのか、英語とかの問題じゃないんだよ、多分これは。美味しいアップルジュースでございます、はいはい、続きまして、はい、こちらポップコーン。あー、まあ、これね、これね、普通に見るよね。見る、うん、これアメリカでも売ってます、これ、全く同じやつが売ってんの。同じやつだね、この、このパッケージで、うん、この袋でみたいな感じかな、うん、レンジして、この味は共通なんだね。そうだね、うん、このポップコーンちょっとうまい感じしない？うまい、うまいよね、これ。これいいよね、うん、うん、これ美味しいよね、うん、袋に最初から入ってるやつとかよりもこれの方が好き、うん、いや絶対いいよね、うん、私なんかすごい楽しい、うんうん、楽しい、ワクワク感がある、うん、そうだね、うん、これとあれどっちが好き？アルミフライパンのやつどっちがいい？あれも美味しいよね、うん、分かる、それもいいね。アルミのやつちょっと火加減難しかったりするよ、焦げちゃうよね、結構ね、そう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 、そういう意味ではこっちの方が手軽でね、そうだね、安全で、うん、いいのかもね、うん、これもさ、なんかあの3秒間隔ぐらいになったらさ、うん、電子レンジ止めるみたいな、うん、あるじゃん、種っていうかさ、ね、はいはいはい、あれが書いてあるよね、確かにね、もうちょっといけんじゃねえかって思うよね、はい、まだ残ってるならどうせみたいな、そうそうそう、無駄にしたくないっていう、はい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 、で行くとちょっと焦げんねんね、そうなんだ、そう失敗だね、失敗だね。これのさ、なんか開きかけのさ、ちょっと開いたみたいなやつさ、うん、すげえうまくない？うまいうまい。なんかさ、ちょっとジューシーなんだよ。そうなんだね。一回食べ終わってさ、つぶつぶがいっぱい残っててさ、うん、これもう一回チンしたらもう一回できんじゃねと思ってやるとさ、まずいよね。そうなんだ。なんでなんだろうね。いっぱいあるあるが。あ、続きまして、はい、こちらですね。S&W の豆でございます。出た。これ一回食べたよね。一回食べましたね、このアメリカの豆紹介みたいな、うん、その時に S&W は紹介させていただきましたけど、うん、まあ、S&W よく見る豆の缶詰ブランドなんですね、うん、全く同じやつなので、うん、カルディでも買えます、
キドニービーンズですこれは、うん、これはもう、はい、アメリカの人がもう日常的に食べてる豆ってことだよね。そうですそうです。これをまあこのまんま食べたりとかねやりますんで、うん、結構その思ってる食べ方とは違うかもしれないよな、うん、ハンバーガーとサイドにこれみたいな入れますし、本当わかんないでいきますから、はい、よろしくお願いします続きまして、はい、こちらですねグリルスパイスミックスでございます。これは食べたことなかったんですけど、うん、これウォルマートに売ってるみたいですね。これはニューヨークに行った時にさ行ったじゃない、ウォルマートね、ウォルマートの、ね、なんかバーベキューコーナーみたいなのがあってさ、そこにこのスパイスバーって並んでてさ、ケビンがさ、はいはいはい、これうまそうみたいな言ってたのに似てないのか。似てる似てる、あのコーナーに言ってそうじゃない。確かにアウトドアセクションだねあれはね。うんうんうん、そうだね。これは何味なんですか。グリルスパイスミックスですね説明してくれないスタイル ね、 そのね、うん、グリルスパイスって書いてミックスなんだもんね、うん、ミックス、うん、え大丈夫か。おい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 、これ封閉じてんのに、うん、なんか出てきたね。なんだそれかな、これはどっから来たかなよしよしよし、いいんじゃない。 OK、 すっげえ匂い。おお。いろんな匂いがするかもね。うん、でも胡椒一番するかもね、うん、なんかちょっと渋い感じの匂いというか、なんつうか、うん、これなんかこのまま部屋に置いといてもいいんじゃない確かに ね、 かね、うん、おじいちゃん家みたいな匂いになるかもしれない、うん、いい匂いが確かにね。ああ、あうまいうまいうまい、うん、うまいね、うん、いろいろ入ってるんだ、うん、コリアンダー、コリアンダー入ってるかも、入ってる、うん、ガーリックも感じる、うん、いるね、うん、あと胡椒も強いし、うん、レモンも感じた今。これはでもうまいわ、うん、この肉にかけるとか、うんうん、全部合うね、むちゃくちゃ合うわ、うんうん、椎茸になんか野菜とかも美味しいやろし、いい、ね、うん、絶対美味しい、うん、適当にバーッかけてうまい感じなんですよね、うん、そういうやつだ、うん、美味しそう、まあ、こういうのいいな、うん、本当にバカな調味料って感じ、うんうん、これでもいいかも、なんか、うん、いいね、うん、いい、はい、ブランドはオールドトンプソンですね、アメリカにあるブランドでした。最後なんですけど、はい、ちょっとこれチャレンジ、はい、してチャレンジ、はい、これが売ってたんですよ、冷凍セクションに。ああ、ベーグル売ってたんですね。ベーゴーね、ベーゴー、そうベーゴーね、ベーゴー、そう強いな、ベーが強い、ね、ベーが強いな。カルディロゴがここについてて、うんうん、このパッケージのこの商品は、うん、アメリカには売ってなかったんですけれども、うん、これ、ね、原産国がアメリカ合衆国と書いてあるんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ってことは、うん、私が求めてる理想としている、うん、軽くてサクサクの美味しいベーグルなんじゃないかという、はい、ことでございます。可能性があるからもう賭けに出てるってことですね。これあの以前の動画を見ていただければ、日本のベーグルとアメリカのベーグルはもうかなりこうの味っていうかその雰囲気が全然違うと、その食感とかが、うん、そうで、ケビンはアメリカのやつが本場のやつだぞと、日本にそれは売ってねえのかっていう思いがあるということですね、うん、はい、今のところその動画で紹介したのはなんかナショナルアザブで手に入るみたいな、うん、ベーグルでしたけど、うん、店舗数少ないんで、そうだね、カルディで手に入るんだったら最高なんじゃないかと。確かにだいぶいいよね。そう、これをちょっと食べましょう。はい、はい、これ焼いてきます。はい、アメリカは焼くんで、はい、はい、焼いてクリームチーズになります。はい、はい、トーストしてきました。はい、うん、見た目はまあまあ悪くないんじゃないかなっていう。なんかね、日本のやつとも違く見えるけど、すでにまずこうやって焼かないしね。確かに見たことなかったわ、うん、こんなやつを。いただきます。いただきます。お、うーん、お、そっから展開が今、うんうん、いや悪くないねどういうさ、今のはどういうストーリーがあったの最初は、うん、すごい軽い感じがして、うん、めっちゃいいってなって、うん、どんどん噛み砕いていくと、ねっちょり感じゃないけど、なんかこう詰まってる感じが出てきて、で、あーそれはなと思ったんだけど、最後にまたそのベーグルの風味が出てきて、うん、その風味すっごい美味しくて、うん、これだってなったっていう感じかな。うん、結構その理想的なやつかも。すごいじゃん、うん、でもこれめっちゃ美味しいと思う、これ自体が、うんうんうん、サクサクだしね、うんうん、確かになんか日本のあのずっしりのベーグルでは絶対ない。そうだね、うん、だいぶ軽い寄りだと思う、うん、だしなんかケビンが途中でそのねっちょりって言ってるのもなんかわかる、なんかその俺の中ではもっちりというか、うん、お餅っぽい雰囲気が一瞬するというか、うん、それそれ、ね、それは、まあ、ちょっとなかったりもするかな。あ、これ十分に
ど。美味しいよ。合格。いいね。すごいね。いや、よかったね。すごい。よかった。うん。だってなかなかね、ナショナル麻布では買えないからさ、うん、カルディで買える方が絶対いいよね、うん、これ美味しかったです。よかった、うん、はい、おすすめですね。おすすめ、うん、以上でございます。はい、素晴らしかったですか。素晴らしい、はい、これでもだって厳選してってことだからさ、うん、これはカルディに行ったら迷っちゃうわな。そうだね、うん、まあ他にもいっぱいあったりもするんでね、うん、はい、はい、今日紹介した中で個人的に一押しこれですっていうのだけ最後選びましょう。はい、はい、わかりました。個人的に一押しのやつ、はい、はい、せーの、ケビンがベーグル、はい、ヨナちゃんがアンダーカバー、うん、これがね、あのペッパーの方のビーフジャーキー、これね、こちら、うん、はいはいはい、うん、私はもうやっぱりね、こうなかなかレアなんですよ、アメリカ式ベーグル。そう、軽いベーグルっていうのを見つけられなかったね。これがね、うん、結構いろんな店舗があるカルディで買えるっていうのはなかなかいいんじゃないかなと思いました。そうですね、確かに確かに。山ちゃんのこれも分かるよね、うん、これね、うまいっつってたよね、これ美味しかった、うんうん、食べやすかったし味もすごく好きだったな、うんうん、甘すぎないし、うん、軽い、軽いし、しょっぱいし、うん、よかった、うん、これも美味しいね、うんうん、美味しかったね。これはあのジャーキーのペッパーの方、ジャーキーね、うんうん、ジャーキーなんだけどちょっとこう日本のやつよりも、うん、より食べやすく俺は感じて、そうだね、それがすごい良かったなという感じですね、うんうん、柔らかくて、うん、いいねこれね、うんうん、俺の顎にも優しい。そうだね、顎的にも視覚関節症にも優しいベーグルじゃん。そうなんですよね、うん、俺あとはあの意外とこれとか、ああ、あら、うん、意外あのこのこれとか、ああ、なんかそういうその、うん、駄菓子っぽいのとかもなんか良かったな、うん、はい、うん、はい、はい、ぜひお近くのカルディで買ってもらいます。ということで、この動画を見てカルディのアメリカ商品良さそうだなと思った方、ぜひ高評価します。チャンネル登録も合わせてお願いします。じゃあまたお会いしましょう。じゃねー。他にもすごいアメリカっぽいパッケージのやつ、うん、もうカルディ売ってて、うん、アメリカ合衆国がその原産地ですみたいな書いてあるんだけど、うん、なんかアメリカにはないっていうやつも結構売ってたの、うんうん、はい、アメリカ原産のアメリカにはないやつが売ってる。そうそうそう。不思議だなそれ。